ちは。そうだ、自己紹介をお願いしていいですか。自己紹介、上原拓也です。スポンサーは、スクータースノーボードっていう小笠の会社の1個のところスポンサーです。スノーボード歴は20歳からスノーボード始めたんで、今33まで13年です。20歳から。その20歳までは、20歳までは普通にバスケットしてました。あ、そうそう、バスケしてた。20歳からはスノーボード1本でも、ちょっとバスケットもクラブチームとか並行してた。今は、ナショナルチームのスノーボードのコーチしてます。あとは板、開発してます。何年目？今4年目です。4年目になります。その前までは何の仕事してたんですか？スノーボードのコーチの前。コーチの前は、コーチの前はスノーボードの選手して自分もしてて、はい、スポンサーとか集めながら選手生活してました。それは25歳、6歳の時ぐらいからして。ちなみにその前は？その前は小学校の教員してました。小学校1年生とか2年生の担任とかしてました。全教科教えてたの？教えてました。今スノーボードで仕事してます。公務員辞めて。公務員辞めました。はあ、ベストトリックだと1080とか12になっちゃうんですけど、一応3方向はやってた。3方向1080はして、スイッチバックだけ9で終わっちゃってるんで、今年か来年は1080みたいです。ちなみに今日1本目ですけど、何やりますか？とりあえずバックスリー。冷静にバックスリーから。じゃあ行きます。はい、いや、そう。なんかちょっとブーツ変えてみたんですけど、思ったようにまた思ったより踏めた。オーバーしました。そんで冷え方がもうわーってなってた。スノーボードのジャンプ飛ぶときってコツとかあるんですか？まあ、なんかスピンとか回転方向によって違うんですけど、共通してちょっと気にしてるのは目の広さ。目の広さ意識してて、なんか普段運転とか自転車乗るときとかに、なんかこう漕いでるときに一点をこう見すぎないように、普段からこう GoPro のなんていうの、広角とかあるスーパービューとか、なんかあれみたいな感じで広く見とくと頭が動きづらくなったりする。へえ。なんか一点見てるとすごい頭がすごく動きやすいから、アプローチからずっと広い感じで見てます。次は何挑戦、何やるん？なんか逆に希望ありますか？うわ、むずいな、きた。いや、技はわかんないんですけど、これじゃないですか、たくさんの。じゃあちょっと面白い系？面白い系、王道の面白い系で。面白い系、じゃあちょっと言ってみます。お願いします。良かった。あれがおはこっすか？あ、おはこというか、そう、やりたいトリック。はい、雪でやってないですか？雪でもやってるんだけど、そう、ちょっと目立ちたいなと思って。オリジナル。オリジナルにしたい。なんで教員からスノーボードの選手に？なんかきっかけはあるんですか？なんかちっちゃい時に、はい、の夢が2つあったんですけど、学校の先生と、はい、プロのスポーツ選手のがあって、学校の先生は、1個かなって、あと20代の前半の時に今やらないと無理かなって、ちょっと思い切ってやめてみました。結構
全然選手になるときは悩まなくて、でもそのやっぱスポンサー探しがすごい大変でした。なんか自分でスポンサーしてくださいとかいろんな会社行ったりして、それが大変だった。今やってもらったトリックは何なんですか？名前がよく分かってなくてなんて言うんだろう、キールで抜けて、僕グーフィーなんですけど、赤タワーで行ってフロントロールしながらなんかワンエティ返すみたいな。上原ってことにしたい上原でお願いします。上原って今だよね。ドラッグなんか一発お願いしたいな。じゃあバックフロントダブルナイン出してみます。お願いします。ちょっとできた。さすがっすね。ありがとうございます。ランディングがちょっとねちょっと若干ずれたけどありがとうございます。ありがとうございました。で、ね、今年のなんか冬の目標あります？今年の冬は、まあ、自分の目標になっちゃうんですけど、スイッチバック1080だけまだ1080の中でメイクしてないので、今年の冬ちょっと時間なさそうだけど、その中でもちょっとメイクしたいなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。